きな人来てない。大物にね、サンタ帽をかぶりますありがとうございます。遅く前のこともあって、リコッツがね、いっぱいクリスマスソングやってたじゃないですか。で、あれはやらないで、あれはやらないでってヒヤヒヤしながら見てたんですけど、あのやらなかったやらなかったあのフィルスペクターの CD に入ってるの半分がやりますって教授が書いてて、私ちょっとその CD を聞いたことなかったんで、あの YouTube で13曲ぐらい前に落として聞いたんですよ。そしたらうちらがやろうとした時入ってて、これを先にやられたらもう私たちはもう踊りでごまかすしかないって踊ろうって思ってたんですけど大丈夫でした。そしてその次にやるんですけど、あの踊りをねつけたんですよ、ね、テーマがね、あの FNS 歌謡祭ってあのアイドルとかが自分の曲じゃないの歌うじゃないですか。その時の振り付けのイメージわかりますアイドルがその時にある振り付けのイメージで、私がしてください。そうなんです、ね、私が通勤の行き帰りに考えましたので、聞いてくださいそれにも注目して見てくださいよし、じゃあ、あともう一個いいですかね、今日はちょっと見てくださいよ、スペシャルなんですよ。イエーイ。もうここにいる人さ、半分くらい知ってるからもう言っちゃうけどさ、私たちもデリシャスイートスっていうのやってて、ここ4人ともデリシャスイートスだった時代があるんですよ。おっぱいちゃんとか知ってますサブちゃんね、アンコちゃんね、その名前使っちゃってるんですよ。でその時にあのいいよね、タイガーって名前で、タケヤンもあのキーボードやっててね、3年ぶりかな、3年も経つんですか。3年経つよ、やめて私たちが年もはい、僕1年そうだね、タイガーはうちらがやった後もあのまだやってたんで、はい、あの今日はスペシャルにちょっとキーボードがね、ちょっとうちのキーボード休みだったんで、あ、トランプ出るしちょっとターちゃんに声かけて、ターちゃん、そうやってもらえないか、ターちゃんって、ターちゃん、ターちゃんです、ターちゃん、ターちゃん、イエイ。じゃあ次の曲はターちゃんもすごい主役みたいな感じなので、そこも注目して聴いてください。